どういうこと？これテレビどうするんですか？そのままでいいんじゃない？まあ、切りは切ったでええだろうけど。リモコンがどこにあるか分からない、うん。じゃあ行こう。もう。よし、ここ降りますよ。はいはい、お世話になりました。よいしょ。ちょっと直る。来てない。うん。部屋の鍵持った。部屋の鍵持ってる。そう。じゃあどういうの？上。ツーリングです。あ、ツーリング、ツーリングですよ。今日もどこ来ちゃったんですか？広島ですよ。そうなんですか？うん、皆さんあれ、あ、あの道路通ったらちょっと近いんかな、これ。うん、なんちゃら橋だけ227通るって言ったじゃん。あれじゃなくてこれ通りゃ。あ、どうぞ。これでも乗らんと降りれんのじゃない？運転して、うん、誰もマスクしてなかったよ。不良ね。はあ、危ねえ上がらんの、ね、上がらんねえ予想外に上がらんもんじゃねえ。大丈夫。みんなで押しかけ合った何の問題もありません。突破来てるじゃん。乾かそう思ってと、ちょっと寒いかもしれんけ。
ゲートが閉まらんけ駐車券が入れれんかったんや。オッケー、あもう駐車券上に置いてきた。ええですよ。うんうん、ちゃんとして準備万端で行きましょう。うん、待ちますよ。うん、ダメ。おや、高橋くん聞こえん。え、もう不安？高橋くんの入らん。うん、切れた。のインカムが切れたね。川本くん、ちょっとどっかで止まれたら止まっとって。
距離空いとったんかな。ずっと声聞こえとる？こっちの。こっちの声はずっと聞こえよる？今じゃなくて走るよとき聞こえよった？走るよとき聞こえよった？あ、聞こえてない。あ、やっぱそうなったら誠司君が頼みじゃね。
大丈夫、行かんでいいですよ。ただ次に来るかもしれない。青森まで頑張って走ってで、これ渡ってきて西の端っこを目指す。リベンジツーリングがあるかもしれんよ。そうなっとったんかも。やっぱり声のあるんだね。ちょっと走って怪しそうだったら、うん、なんだろうね。またゲロ吐くよ。自体が使えん。エンジンが入らん。あ、ほんま。さえんね。
最南端。皆様お疲れ様でした。あ、どうもどうも。ハハ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 。若干シュワシュワの人だけどね。いやいやいや、
行きますよ、これ。
Thank you.
こえた？早速切れた？もう蒸発した？あ、いや、独り言よるよ。バッテリーレベルが低になった。
は正面です。そうですよ。全然実用性がないね。お待たせしました。OK です。
ゴーゴー行こうや、え？そうなんや、いや、それを見たんや、さっきいや、これ降りうん、多分勝手にね、うん、あ、そうなあ、その辺入ろうやそこ入ろう、入らん入ろ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 勝手に入ってくる。のちょっとえげなところで、ああああああ、かまどくん、その辺その辺、そうだね、行くよ行くよ、はいはい、はいはい、行きますよ行きますよ、うん、うん、バイトしてから、うん、めっちゃズルズルするよね、怖い、
気づかれましたか？まっすぐです。
や、左これが白鳥大橋、うん、これこれまあ U ターンして来るんじゃない
渾身の野営だ。向こうびっくりして手振ったよ。あ、いや地球岬まっすぐなってたよ。あったらあった、悩んだだけはある。だけど上り別で帰りこっち行くんじゃないかね、かもしれん。あれ、いや分からんよ、どっからどう行くんかは分からん。もうちょっとしたらいようか。大丈夫、言わんでも分かってくれとるはず。地球岬右って書いてあるんだけど、めっちゃ上がるよね。どこまで上がってってんかね。邪魔になっちゃってる。中型じゃん、あれ。俺らがダメなくらいよ。ああー、そういうことか。ああ、そういうことね。帰ってくるかな。おえおえしようんじゃないの。あ、来た。
ここまで来てね。写真撮りゃ、あれだけ入れんのよ。ちょっとでも俺後ろが確認できにくいけ、置いていくかもしれんけ、せいじくんもナビセットしとる？聞こえる。ああそうだね、川本くん聞こえとる？川本くんケツ走ってナビ見ながらでもいいけ。いや俺が川本くんの思うとるとこと違うとこ通ったら、まあまあね、よし、まあ行きましょう。はい、じゃあ気をつけて。え、おーい、こっちから降りていいのね。ああ、
よね。めっちゃ滑った今。びっくりした。ああだろうね。めっちゃぐるっと。絶対こけても大丈夫大丈夫言われるよね。また U ターンしてきて俺ら止められるんだろ。あらまたやっとるね。危ない。おおやっぱ事故じゃねこれ。限りはいるもんね。ぬいぬいしようか。
これでも雨じゃないよ、霧です。あ、書いてあるね。もうあと10メートルになってる。あ、違う、 2.7 キロ。ごめんごめん、あと 2.6 キロ。太陽の匂いがする。これバスの横止めようか。おお、修学旅行生じゃん。あ、ほんまじゃん。やばい、いやいや、ま、負けてんよ。とりあえずあっち持ってっとって聞こうか。
ありがとうございました。うん。